アフリカンプリントの布で作られたダカールの女性用衣服。国立民族学博物館像。アフリカンワックスプリントは、ロ血染めから発展したプリントフの一種を指す。アフリカンプリント、ワックスプリントなどの名称もある。西アフリカや中部アフリカのフランス語圏では、パーンニュと呼ばれ、その名称はフランス語の腰巻き布に由来する。本項目では、 ワックスプリントと密接な関係があるファンシープリントについても記述する。アフリカンプリントはカラフルでリズミカルな絵柄によってアフリカのファッションを象徴する布として知られている。その経緯には植民地化や貿易の歴史が関わっている。イギリスやオランダなどヨーロッパ諸国はアジアを植民地化した際にインドやインドネシアのサラさサをもとにして ヨーロッパ製のサラサを生産し、アフリカへ輸出した。アフリカでは輸入品を応用して、生殖を発展させ、ファッションにおいて独自のスタイルを確立した。植民地からの独立を遂げた後は、アフリカやアジアでの生産が増えている。アフリカンワックスプリントの店。アフリカンプリントには、高価なワックスと安価なファンシーの2種類がある。最も高価なワックスは、 最も安価なファンシーの10倍以上の価格があり、製造法が異なる。ワックスは英語のローを意味し、原型となったインドネシアのローケツ染めであるバティックに由来する。真鍮のローラーで平折り面布の両面に防線樹脂で絵柄をつけ、染料桶に浸してから樹脂のない部分を染色する。ワックスのプリントを複雑にしたスーパーワックスと呼ばれる布もあり、 通常のワックスが2色を加えるのに対して3色を加え20以上の工程で作られるため3割近く割高となる。ファンシーはローラープリントで染色する。絵柄を刻んだ真鍮のローラーに片面の布を通し1色ごとに異なるローラーを使って薄い色から染色していく。ワックスに比べると手間が少ないが早く製造できる代わりに品質はワックスに劣る。 染色が片面だけであるために色落ちが早く、布はワックスより緩く織られている。オランダでのファンシーはワックスを使用していないプリントも、さし、後日のイミテーションワックスもファンシーに属する。日本でのファンシーは、新しいデザインのあっさりした生地も刺す。アフリカンプリントの由来には、伝統的なインドザラサとヨーロッパの機械性サラサ。 インドネシアのジャワザラサとヨーロッパで作られた模倣ジャワザラサが関連している。模倣ジャワザラサは口実のようにオランダで開発された方法であり、イミテーションワックスプリントとも呼ばれる。インドザラサは中世から西アジアや東アジア、ヨーロッパに輸出されており、16世紀以降にはイギリス東インド会社によってヨーロッパ向けのザラサが運ばれて人気を呼んだ。 17世紀にはインドザラサはヨーロッパによって西アフリカのギニア湾岸に運ばれた。インドからイギリスのリバプールやフランスの南都に運ばれたサラサはヨーロッパ各地やアフリカ、アメリカへ運ばれ、こうした貿易はイントリカとも呼ばれた。18世紀から19世紀に入るとイギリスやオランダで機械製のサラサの生産が増えた。イギリスのランカシャーやダービーシャーは サラサの貿易、マンチェスターは貿易で栄えた。イギリスは自国のサラサの輸出を進めるとともにインドザラサを衰退させた。1750年代から東インド会社はインドの綿製品の買い取りを独占し安価で仕入れようとした。このために職人は移住したり農業など他の仕事に移り、インドの繊維産業は衰退した。 こうしてヨーロッパの機械製ザラサがインドザラサに代わってアフリカへ輸出されるようになった。インドネシアではインドザラサが王公貴族の衣装として重要視され、ジャワザラサと呼ばれる布が作られていた。ジャワザラサは老結染めの布でジャワ島、スマトラ島、マドゥラ島で作られた。インドネシアにはオランダ東インド会社とイギリス東インド会社が進出して争い。 1816年以降は、オランダ領東インドとなる。オランダ本国のハーレムコットン社が、ジャワザラサの輸出独占権を得た後、1834年に、プレビネールウィルソン、1846年に、PF ファン・フリシンゲン &CO が大量生産を始めた。19世紀以降に、ヨーロッパ製のサラサがインドネシアに輸入されると、これが刺激となって、 ジャワザラサの生産も増え、オランダ製のサラサは、ジャワザラサとの競争に負けた。オランダがパドリ戦争に介入した際、ギニア案ン外ンのアフリカ人を東インド会社の兵士として、ジャワ島へ派遣した。アフリカ人の兵士は、戦後にジャワザラサを持って、アフリカへ戻り、ジャワザラサがゴールドコーストで評判となった。ゴールドコーストの宣教師はこの話を、 スコットランド商人のエベネゼル・ブラウン・フレミングに伝え、ブラウン・フレミングは1893年にオランダ製のサラサをアフリカへ輸出した。オランダでは、ジャワザラサを機械的に製造する方法が研究され、模倣ジャワザラサの量産に成功した。模倣ジャワザラサは、ロウによる防線の工程を省きつつ、バティックの特徴をロールによって表現した。 モホージャワザラサは1867年にはイギリスやフランスの企業を通してゴールドコーストにも輸出され海岸から内陸に運ばれて各地で受け入れられていった。西アフリカでモホージャワザラサが受け入れられた理由として生地の軽さ、加工のしやすさ、色の明るさや絵柄の豊富さ、洗濯しやすさなどがあった。これはヨーロッパでザラサが人気を呼んだ理由と同じでもあった。加えて 藍染めの無自負があった点も理由に挙げられる。藍染めは虫除けとして有効であり、西アフリカでは宗教的な意味もあった。サブサハラアフリカと呼ばれるサハラ砂漠から南の地域は寒気や早朝を除けば衣服を必要とするほど気温が低くならない。構成した衣服の普及は北アフリカのイスラーム商人との交易がきっかけとなった。 8世紀のガーナ帝国の時代には、サハラ公益の公益路に沿って、イスラームが伝わり、体を覆わずにいることを避けるイスラームの習慣が、衣服の電波に影響した。10世紀から14世紀にかけて、西アフリカ各地で、イスラームへの改修が進み、衣服をまとうようになったという記録がある。ただし衣服は、権力と結びついており、 王や洋人、今村が優先的に身につけた。それ以外のものには19世紀以降に縫製した衣服を着る習慣が普及した。サブサハラアフリカでのコットン生産の最初期の記録は11世紀にあり、バンディア柄の断崖でテレム族が聖望、聖職、藍染めを行っていた。こうした技術もイスラームの伝来によって普及したと推測されている。 15世紀以降のポルトガルをはじめとして、16世紀から18世紀には、オランダ、フランス、イギリスなど、ヨーロッパ諸国がアフリカへサラサを持ち込んだ。サラサは、奴隷貿易で奴隷と交換する商品になり、アフリカの奴隷商人は、銃やアルコールよりもサラサを求めた。オランダの医師、作家のアルフェルト・ダッペルは、アフリカについての記述で、 西アフリカ向けの繊維製品のリストを記録している。1775年と1788年の資料によれば、フランスが奴隷と交換した商品の半分以上がインドザラサだった。ベルリン会議の後、ヨーロッパ諸国によってアフリカの植民地化が進み、キリスト教の習慣も影響を及ぼした。イギリス領西アフリカのケニア植民地では、在来の文化を否定するために、 洋服の普及が進められた。フランス領西アフリカでは、平民とエリートを区別するために洋服が導入された。仕事以外の時間では、好きな服装をしていたと記録にある。海岸部では、ヨーロッパの洋服の影響が大きく、内陸部の古くからイスラームが普及している地域では、ブーブーと呼ばれる抜き頭衣が多くなった。19世紀末から20世紀初頭には、 ヨーロッパからアフリカに輸出される布のサイズや絵柄がアフリカ向けになっていった。布のサイズは初期はジャワザラサを使うサロンに従って幅36インチだった。やがて西アフリカの腰布のサイズである幅48インチが標準となった。絵柄では像や料理器具などが登場した。西アフリカの社会ではアフリカンプリントが晴れ着などのラグジュアリーとして 確立され、思考に合わせて布を買う傾向が強まった。このため、オランダ企業が提案する新デザインは売れなくなり、アフリカの消費者がより指導するようになった。1930年代以降には参入企業が増え、20以上のヨーロッパ企業がファンシーを生産した。日本企業も1930年代からアフリカンプリントに参入し、西アフリカのプリントフに加えて、 東アフリカでカンガと呼ばれるプリントフも生産した。1930年代以降は横浜でアフリカ向けのスカーフの輸出も始まっており、スカーフの絵柄にはワックスプリントを元にしたものが多く使われた。絵柄のデザインにはイギリスの UAC の影響があったとされる。第二次世界大戦後も欧米や日本からのアフリカンプリントの輸出は続いた。日本では 1949年には西アフリカ向けと思われる布が確認されている。1950年代には日本の綿織物輸出の10%はアフリカ向けとなった。日本製品には欧米企業のワックスのデザインを模倣したものがあり、1949年にイギリスは当時の日本を占領統治していた連合国軍最高司令官総司令部に抗議をした。 GHQ の下で1950年に衣装委員会が設立されてデザイン登用の防止にあたり、1955年の日本繊維衣装センター設立や、1957年の通商産業省のグッドデザイン商品認定制度へとつながっていった。1959年にはヨーロッパ企業のアックスの生産量は5280万ヤードに達した。 1960年代にはアフリカで植民地からの独立が相次ぎ、アフリカ諸国でもアフリカンプリントが生産され、低コストで大量生産のできるファンシーは急速に普及した。イギリス、オランダ、日本のシェア争いは1970年代まで続き、日本企業は手間がかかり高価なワックスからファンシーへの切り替えが増えていった。アフリカで ナショナリズムが活発になるにつれ、洋服が普及していた、シエラ・レオネやナイジェリアでは、服装改革が起き、男性はアフリカ風のデザインを取り入れた、スーツ、女性は縫製と巻布の組み合わせなどを着た。ザイールでは、モブツセセセコ大統領がネクタイを禁止し、女性にワックスを奨励した。1980年代には、アフリカ諸国の経済危機の影響で、 ヨーロッパ企業の撤退が増え、変わって1990年代からは中国からの輸出が増えた。中国企業はアフリカンプリントをはじめとして様々な廉価な布製品や新品の既製服を輸出し、インクジェットプリンターの進歩によってデザインの模倣も容易になった。オランダや日本の企業は高級なワックス生産に注力し、オランダ企業はラグジュアリーとしてのブランド作りや、 デザインコレクションの開発、展覧会の開催などを行ったが、アフリカの消費者には浸透しなかった。1980年代以降のアフリカのクリエイターは、ワックスプリントのイメージを更新し、40代以上の既婚女性の生地というイメージから、より若い層が着るものにした。マリのクリス・セールや、ブルキナファソのパテウェドラオゴ、ジル・トゥレなどのファッションデザイナーが支持され、 ワックスプリントを再生させたものとして、ポイントオブインフルエンスとも呼ばれた。布を選んで買い、仕立て屋でドレスを作る。1980年代の経済危機以降に、小規模業者の参入が増え、仕立て屋が増えたとされる。鮮やかな色彩と絵柄を特徴とする。絵柄の種類は、19世紀から20世紀にかけては、バティックに由来する模様やアフリカの仮面や太鼓などが、使われていた。 20世紀前半以降には、大統領などの肖像、キリスト教やイスラームにまつわる絵柄、記念日にまつわる絵柄、行事にまつわる絵柄、さらには、加減製品など、多様になっている。力強い線で大胆な絵柄が使われることが多く、体の部分のアップやハート、鍋やスプレー缶などの日用品や、歯車、水道管、サイドミラーなどの機械類もある。 呂で図柄を描く際には、呂にひびを入れて、葉脈のようなマーブル模様を出すクラッキングや、布の線上で、あえて呂を残して、反転模様を出す、バブリングなどの手法も使われる。クラッキングや、バブリングは、偶然が作り出す模様であり、大量生産においても布に違いが現れる。最も多い配色が赤と黄で、白地の部分はない。これは、 イボ族の間で人気を呼んだ後に、西アフリカ全域で人気となった。マイナーな配色は、オフカラーと呼ばれ、裕福な女性が個性を出すために使い人気となっている。メーカーは、ローラーの配色を変えることでバリエーションを増やし、伝統的な図柄の配色を変えて、イメージを更新することも行われている。色によって、文化の特徴も現れる。赤と茶を基本とするパーには、 クル族やアカン族の喪中の女性がよく使い、アカン族のパーニュは赤、黒、茶の配色となる。白地の布は、ぬずい族が神への感謝を表すために着る。一色のみ染料を使った布は、プリント、スタンプで色を追加した布は、ブロックとも呼ばれる。絵柄のデザインが同じでも、ブロックによって異なる印象を与える。 例えばサイコロを表すモチーフはプリントで判別しやすいがブロックによって白地が強調されると角座等にも見えるようになる。絵柄によってメッセージを発することもできコミュニケーションの手段にもなる。例えばある魚の柄は変化の時期が訪れていることを表す。他にもそっとしておいてほしい夫が浮気をしている。 家族をないがしろにする者がいるなどのメッセージも可能とする。絵柄が持つメッセージ性のため、企業による新規性を重視したデザインや、絵柄の生産中止は不評となる場合がある。手作業による藍染めは西アフリカで伝統的に行われていた。アフリカンプリントにも藍染めが使われ続けており、絵柄は各地の伝統に基づいている。マリのボゾ族の細長い模様。 ブルキナファソのモシ族の一列に並んだ小さい模様、カメルーンのバミレケ族の三角形などがある。ヨーロッパ企業はアフリカの伝統的な王の象徴をもとにした絵柄を作り、関係を強化しようとした。王女、将棋、交換の点外、首飾りや串などの装飾品などがある。伝統的なモチーフは時代が変わると異なる名前や意味を持つようになり、 王城は、ロケット、王の将棋は、言いたいことがあるなら、座って、面と向かって、言いなさいという意味に変わった。インドネシアのバティックに基づいた絵柄じゃわざらさの絵柄は、アフリカンプリントでも使われ続けている。幾何学模様、ガルダなど、神話や伝説に登場するキャラクター、竹のコを象徴する三角形などがある。伝統的な絵柄を、現代風にアレンジすることもあり。 花をアレンジした大柄なものはバラク・オバマの木と呼ばれた。インドがペルシャから取り入れたボテと呼ばれる模様も使われている。モチーフの組み合わせによってインドネシアとアフリカ双方のイメージを表すこともできる。ABC 社がデザインしたガルダの翼は五番の目上に配置されており、ヨレバ族が作る図柄にも似ている。感情を伝えるための絵柄は主に女性によって使われている。 ラブレターを使っていた頃を象徴する、封筒、純真さを伝える、婚礼の花、カゴから鳥が逃げ出す、あなたが出て行けば、私も出て行く、気前の良い愛人や裕福な夫を表す、グロットなどがある。女性を称える絵柄として、草原、縫製工場、教育機関や薬局などがある。健康を守るためのキャンペーンにも使われ、ヒトパピローマウイルスを描いた絵柄は、 予防医療の普及を訴えている。動物もメタファーとして描かれる。よく使われるのは、ホロホロ蝶や鳥などの課金類で、メス鳥が中央に描かれているものは母険を象徴する。フライングダックは渡り鳥、ツバメは、お金は、飛んでいくという意味を表す。干ばつに強いナマズは、粘り強さという気、魚の群れは、豊穣を表す。 動植物を抽象的な模様にすることがあり、表の毛皮の柄やハイビスカスの花を様式化した絵柄がある。アクセサリーの絵柄には、女性向けのハンドバッグ、サングラス、パンプス、イヤリング、男性向けのベルト、ダービーシューズ、蝶ネクタイ、ネクタイ、腕時計などがある。バケツ、扇風機、シャワー、アイロンなどがある。 豊かさを象徴する場合もあり、1940年代に作られた6本のろうそくは6気筒エンジンの高級車を表し、2011年には8本のろうそくも作られた。1990年代には携帯電話が人気だったが、携帯電話の普及につれて使われなくなり、後に USB キーとなった。国家の祝祭日を記念して作られる布があり、 ブルキナファソでは選挙の公約をプリントしたものを選挙パーニュと呼ぶ。アフリカの多くの国が1960年代に独立を果たしているため、2010年代には独立50周年を記念するパーニュが数多く作られた。独立記念の絵柄には国旗の色、歴代の大統領などがあった。スポーツ大会を記念するものもあり、2015年の アフリカネーションズカップで優勝したブルキナファソは像をモチーフにオレンジ、白、緑の配色を使った。言葉を入れた記事には、ことわざ、家族、愛情などを表すものがある。閉じた壺と開いた壺の絵に、欠点のない人と書かれていたり、ハートと共に、ナイフを持ってしても愛は切り分けられない、骸骨や家族と共に、死は家族を壊すなどの言葉がすられている。 アカン族が喪中に着るパーニューの絵柄には、オリジナルのものと尺用したものの両方があり、メッセージの言葉には、私たちの世界は一体、や、紙以外などがある。政治家などの有名人物が絵柄になる。人物像の他に、関係のある事物も絵柄になり、車の鉛筆、コフィー・アナンノの脳、ミシェル・オバマのハンドバッグ、オバマのサクセスの秘密などがある。 伝統的な泥染めの手法を参考にした絵柄は、ウッディンのブランドを中心に始められた。マリの職人が作っていたボゴランと呼ばれる泥染めは、ガラマの葉と鉄分を含む粘土で行われていた。ウッディンのデザイナーのエムキレは、ボゴランの寸法を元にしたデザインを1980年代から発表して人気を呼んだ。複数のメーカーがボゴランを参考にするようになり、 手作りの素朴さの再現が行われている。西アフリカのアフリカンワックスプリント、主に衣服に使用する。西アフリカでは、寄生服を買うよりも、布を買って、下手屋で作ってもらうことが多い。布は幅約1メートル、長さ1.8メートルを標準とし、3枚で一組として小売りされている。女性の間で広く使われている理由として、絵柄、色、 下手デザインの豊富さに加えて、晴れ着にも使える安価な布という点がある。下手屋で作る衣服には、次のような基本的なデザインがある。プラケ、フランス語で、貼り付けたという意味で、体に貼り付いた形を指す。腰までの丈の上着で、ウエスト部分が締まっている。体の線に沿っているため、着用者の寸法を測って製作する。欧米の衣服に類似したデザインであり、 ヨーロッパの商人や宣教師などの影響が起源にあるとされる。植民地時代から西アフリカの女性が着ていたタイユバスにも似ている。主に未婚女性が着る。エヴァゼ、フランス語でラッパ型を意味し、腰までの丈で胸の切り替えから裾が広がっている。セネガルのファッションに関する記録ではマリニエールとも記されており、セーラーブラウスを意味する。主に既婚女性や、 同世代に既婚女性が多い女性が着る。グランメール、フランス語でおばあちゃんを意味し、失家までの竹のゆったりした服で胸元とももに切り替えがある。セネガルでは親愛なるおばあちゃんとも呼ばれ、セネガルのシニャールが発明したとも言われている。主に高齢の女性が着る。デミニ、太ももあたりまでの丈で、 ゆとりのあるデザインをしている。抜き頭衣もの、ブーブーに似ているが、竹や幅はブーブーよりも小さい。フランス語で半分を意味するドゥミと、ジュラ語で小さなものを意味するニが合わさった名称と推測される。男性は上着に仕立てて洋服のズボンと合わせたり、上下ともアフリカンプリントで仕立てたりする。衣服以外の用途として、子供をおぶる、シーツ代わりにする。 頭に荷物を乗せる、サイの台にする、サいて、紐の代わりにするなどがある。欧米では、インテリアにも、ワックスプリントを使うが、アフリカの文化圏では伝統に反する行為と見られる、場合もある。2013年時点で、ワックスは主に、オランダ、ナイジェリア、コートジボワール、ガーナ、中国で生産されている。ファンシーは、主に、ナイジェリア、コートジボワール、ガーナ、 セネガル、コンゴ民主共和国で生産されている。近年は、インドもアフリカンプリントの生産を始めている。ワックスの品質を企業別に見ると、オランダのフリスコの製品が最も高く、次に、コートジボワールのユニワックスとされる。1846年創業のフリスコ社は、ヨーロッパでも生産を続ける、唯一のヨーロッパ企業となっている。ユニワックスは、 1985年に新ブランドとしてウッディンを立ち上げ新たな顧客の獲得を行った。ウッディンは欧米を参考にしてシーズンごとにトレンドを作るという手法をとり、裕福で都市に住む若者をターゲットにして人気を集めた。コレクションの発表、蛍光プリントの採用、寄生服分野への進出など、それまでのアフリカンプリントとは異なるアプローチを展開した。 香港の茶的スタイルグループは1992年にイギリスの ABC 社を買収し、1990年代にはワックスプリント生産の65%に達した。中国は2005年に世界貿易機関に加盟し、WTO は繊維製品の輸入割当てを撤廃して、中国本土に多数の工場が設立された。中国企業は価格競争において、 オランダ企業を上回り世界一位となった。中国企業の大量生産は西アフリカや中央アフリカのセミ工場閉鎖やダンピングの指摘、デザインの模倣などの問題を起こした。他方で直接投資によってアフリカ企業の事業継続が可能となったり、中国製の無地の布がアフリカでの染色産業を活発化するなどの好影響もある。チャグループは2009年にだ。 ビバのブランドを立ち上げ、サービス産業の女性をターゲットにして人気を呼んだ。ダビバは絵柄のデザインをイギリス、布の生産をガーナやナイジェリアで行っており、エクセレンスと呼ばれたシリーズが男女共に好評だったことからユニセックスの絵柄もデザインするようになった。アフリカの流通において重要なのが女性の加害人であり、 1960年代以降の卸売で大きな影響を持つようになった。最大の市場であるガーナやロメに自由港がある東郷の取引で女性仲買人が成功を収めナナ・ベンツと呼ばれるようになった。彼女たちは東郷でメルセデスベンツを所有した最初の世代にあたる。周辺地域でもワックスプリントの取引で成功を収めるものが増え2016年時点で 7ベンツは、ロメで25人、コトヌーで11人、アビジャンで28人に上っている。卸売では、図柄の独占販売権を得て、国内で売り、東後での注文量は1モデルあたり12ヤードで500枚からとなる。小規模の中買い人は6ヤード、小売り店は2ヤード単位で販売する。7ベンツは図柄を命名する際の発言力もあり、命名された土地の影響力がわかる。 影響力のある土地で命名された図柄は、周辺地域でも同じ名前で販売される。インカ・ショニバレの作品、瓶の中のネルソンの船。ホレイシャ・ネルソンが乗ったビクトリーの方には、アフリカンプリントが使われている。エルアナツイ、インカ・ショニバレ、エディ・カマンガ・イルンガなどのアフリカの芸術家は、アフリカンプリントを作品に取り入れている。中でもショニバレは、多数の作品で素材にしており、 例えば、ギャラントリークリミナルカンバセーションでは17世紀から18世紀のイギリス貴族の服、さようなら、過ぎ去った日々よでは19世紀フランス風ドレス、日本を題材とした、桜を放つ女性では日本に様相が普及し始めた、時代のエドワード長デザインのドレスに使っている。イルンガは、今後北東部の民族、万別をモチーフとし、伝統と現代の葛藤を、 アフリカンプリントや電子基板に象徴させて描いており、過去を忘れたものは二つの目を失うなどの作品を発表している。ありがとうございます。